皆さんこんにちは。というよりも試験お疲れ様でした。えー、平成二十九年度の賃貸不動産経営管理士本試験の解説始めていきます。担当はエックス専任講師亀田です。よろしくお願いします。はい、えー、まあ大正なんですが、まあ今年の賃貸不動産経営管理士、まあ皆さんこう思っていると思います。 難しかった、えー、その通りですねで私も実際に試験会場行って受けてきてですね、えー、もう本当にその通りの感想でしたねもう昨年あるいは昨年一昨年までの傾向と明らかに違ってですね、まああのー、言い方変えると、まあ、しっかりした試験になってきてるというのが第一感想とともにですね、えー、そういうところ聞くとかあるいはここかなり法律的なことを勉強してないと解けないだろうという問題のオンパレード、まあ、こういうのをです、ね で,したね、ですのであのー、かなり面食らったとは思いますで私も実際に面食らったまだ状況なのでねやっとこさ先ほどまでですね、えー、まあスタッフと一緒にですねあの回答を何とか出したっていうところなんですねですので、えー、っとちょっと予想外のっていうところは本当正直な話でした。はい、でですね、まあ、どういうふうにまあ難しくなったかっていうところなんですがまず1つ目形式的な問題ですね。あのー これも本当にやっちゃいけないんですけど試験用紙配られてでちょっと第1問目す,すっけて見えるんですねその時にああととかかいいとかっってて見えてしまったんですよ。えー、あれ個数問題かなと思って始めてみたらやっぱり個数問題なんですね。あの他の資格試験などでまあ卓などでよく見られるようなあい,いうえー、とあってそれから、えー、正しいものはいくつあるかっていう探せという問題あの単純な4択じゃなくなった。 っていう問題がですねその第一問目そしてですねあの試験官がですねここにちょっと訂正がありますって飛んでそこを探した問題もやっぱりこれも個数問題だったんですね。でこれで面食らってまず個数問題どれぐらいあるのか探しましたか。えーまあ、結局3問だけだったんですがその3問ともですねかなり細かいことを聞いているので回答困難でしたかね。それから同じ形式的な目線で あの組み合わせの問題が出てきてきましたねでその組み合わせもですね楽な組み合わせではなくて結局個数問題と同等のまあ正確性を有するような組み合わせの問題これも多数健在してましたかね、まあ、こういった面で形式面でかなり、えー、難しくなっているということ。で、まあ、そちらよりも何よりもですねかなり法律的なまあ思考を持って解かないと、えー、間違えてしまうような問題もこれ昨年までにはほとんど あのもう単純に覚えてしまえっていうところがあったんですけれどもそれがえっと取れなないような問題ね、まあ、こういうものも結構出てきた,たっていうところが、まあ、特徴ですね。でさらにもう一つの特徴としてはですね昨年やおととしまで、えー、ですとですねあのいわゆる いかなる時でも損害賠償責任を負わないもういかなる時でも責任を負わないみたいなそんなわけないだろうはい誤りはこれっていうのですぐ分かるような問題がほとんどなかったんですねですから、えー、と正直私も解いてて時間かかりましたがね途中で時計見た時に焦ってあれこのペースで行くと40問解ききれないっていう感じではありました。まあ、そここのところも、えー、かなり 難しくななったとっいうところなんですねで、えー、終わった時にはちょっと僕自身も自信がなかったというのが正直な感想でした。あの、えー、何問かは、えー、ちょっとこれっていうのは、えー、確かに今でもありますしねそういうのがまあ今年の特徴でしたかね。でうん、まあ、結論先にというのはね、えー、なかなか言えないところなんですけれどもあのまあ 合格推定なんですがこれ正直わかりまませせんどこも読めませんですねでうんあえて昨年までのですね、えーまあ、去年や一昨年レベルの合格率すなわち50%とか60%っていうような合格率を保つのであれば昨年の合格ラインが28点40問中の28点ということを考えると、まあ、若干というかかなり大きくそこからは 落ちるとはは思いいます点、はい、点ではないでなしょうねもし合格率を 50%60% っていうふうに保つのであればですよ。ところが逆に昨年と同じ合格点ですねすなわち40問中の7割正解を発するという目線でこれを基準にしていけばですね逆に合格率は えー、それこそ二十パーセント三十パーセントいや十パーセント台もあるかなというふうには考えております。まあそれだけ異質だったっていうのがもう第一というかもう今でのも感想ですかね、えー。去年レベルの合格率っていうのを保つのであれば点数はかなり低くなるとは思います。昨年二十八に比べて一点二点の下がり方ではないかとは思いますね。まあ逆に。 昨年と同じその問題の7割回答これを欲するのであれば合格率はぐっと下がるとは思いますどうなるかは分かりませんあっちゃこっちゃでこうなるああなるって言ってますがもしそれが本当だったら情報漏洩かペテンしかしかいませんのでねそれは誰にも分かりませんここはもう合格発表を待ってくださいとしか言えないのでねまあ、現状としては内容がかなり難しくなった点、えー、合格率合格率がそのままだと点数はかなり下がるでしょう 点数をそこに保つのであればもうそれこそ、えー、合格率がねガッと下がるというようなものになるとは、まあ、これは、えー、思っているところではありますね。はい、で、えーまあ、後ほど内容とかを検証してみますがもう一つの目線があるんですね。 で実を言うとこちらの方がちょっとお伝えしたいんですけれども、まあ、難しくなったことは難しくなったんですけれども逆にですね、まあ、例えばこちらの、えー、まあ実施団体などなどがですね公式として認めるこの公式テキストとかあるいは過去問ですね、まあ、少なくても昨年おと、えー、まあ2年分の過去問さえやっておけばある程度というか、えー、かなりまあ半分以上は取れてるんですね。 まあこれ試験を受けている時には難しい問題ばっかり目に入っててですねのあの帰ってきてえまあ回答作業をする中で,ですねいやこれまあそういえば現場の中でも過去問でそのままだったなとかそれからこの公式テキストにあるですねえまあ復習問題ですねまあそこからもズバリという問題を考えるとですねそこからもやっぱり半分以上出ているんですね。ということはですね対策さえ こここの対策はもうここしかありません、まあ、少ない中でも過去問と、まあ、実施団体が公式と認めている公式テキスト、まあ、そこでまあ問題演習が載っておりますので、まあ、そこさえちゃんとやっておけば、うん、半分ちょっとは取れるとなると対策さえ取っていれば半分乗るということはちょこちょこっと、まあ、あとはまあちょっと、ね、無責任かもしれませんが残ってる半分のものを転がしたとしても5点6点の上乗せはあるはずですから。 結局20後半ぐらいいくのかなっていう気もあるんですね。これはちょっと蓋を開けてまだ統計が全く入っておりませんのでズバリは言,わな言えませんけれどもやっぱり対策さえ取ってればというところなんですね。で逆に言うと昨年なんか聞くとですね、まあ、ちょこちょこっとなんかあの情報を入れて対策取って。 対策って言えるのかなやっててそしたらまあ何とか合格できてよとかですね卓球の試験の終わったあとですね少し勢いでやったら、まあ、あんなもんかあんなもんって言い方あれですけどあの受かったよっていう声があったんですけど今年に限ってはそれはないとは思います。こ、まあ、ここは断言でできるところですねあの合格率を 保つために五十パーセント六十パーセントに保つためにですね点数が下がったとしてもあのしっかりしたまあ過去問であるとかこの公式テキストを使ったしっかりしたその、えー、まあ対応を取っていかなければ、えー、やっぱり難しいっていうのはこれは断言できるところでしょうかねはい、えー、で合格率がガッと下がるのであればなおさらですねですのでまあ来年再来年に向けてやっぱりこれあのー、今は任意のまあ 業務形態ですけれどもおそらくこの先、この賃貸不動産経営管理士ということをですね、まあ、しっかりやっていくとなると、まあ、試験自体が難しくなっているっていうのを踏まえるとやっぱり対策とともにですね、えー、しっかり時間をかけた演習これが必要になってくるかとは思います。はいまあ、それが、まあ、感想ですねはい で中身なんですが、まあ、全問当たるというのはね時間的になんですが特徴的な問題を何問か当たって、まああというふうな感じで見ていただければと思いますね。はいまあ、プレゼンター、まあ、こちら本番の試験だったんですけれども中身なんですね、えー、最初面食らったのがこれでしょうかね。はいえー、と遠いのすすすすままませんん番にななりますかねね失礼しましたここちらです、ね、これなんでれよ 今ままででさすがにありませんでしたところがですねもう当初から問いの一番ということで、えー、しかもですね結構、統計の細かいところとかも聞いてきているのでさすがにこれを、えー、自信を持って回答できたのは、えー、あまりいらっしゃらないんだと思います。でこのの時ですねあの 対策しっかり対策を取っていればこうも言えたんですねこの1問目そしてですね確か、えー、訂正してくださいっていうのでアナウンスがあったですね、えー、この問いの31番もそうだったんですけれどもねこれも結局個数問題なんですねあそうすると傾向が絶対変わっているということである程度 難しくなってるかなということは予測して試験には入っていけたとは思います中身はすいません省略させていただきますけれどもねこの問いの1番なんかはちょっと面食らってまあ、言ってしまえばやってる僕もやってる途中でここまで聞いたらこれを答えられる人はあんまりいないだろうと思った次第ですが逆にですねそう面食らった中でもですね次の問題の問いの2番あたりからですねまあ、これは比較的 対策というかね、去問と公式テキストさえしっかりやっていれば取れたのが問いい番からずっと続いていきまます。まあ、簡略的にここがポイントですよというのを、まあ、お伝えするとですね、えー、この問いの2番はこの賃貸不動産経営管理士が行うべきものって結局重要事項の説明と重要事項を説明書への記名押印そして契約書面への記名押印ですね。まあ、それにに、きるので、まあ、単純に えをカットすぐ出てきたとは思います。それから問いの3番ですねえー。問いの番、えー、同じく登録制度とあるんです。けれどもまあ、今度は賃貸不動産管理業者のえー、まあ、賃貸住宅管理業者の登録制度なんですけれどもまあ、これもほぼほぼ。 ですね、えー。まあ、過去問ないしはやっておけばいけるところです。三番と四番、多少迷うところなんですが、えー、まあ、これも一度にいけた中でですね。三番、四番、迷うところなんですが、三番、見てください。 賃貸住宅管理業者登録制度における登録の申請は、主たる事務所を管轄する。知事を経由して大臣に対して行う。まあ、こんなもの書いてなかったな、過去問にも一回も聞いてなかったなっていうので、まあ、推測していただいて。ええー、まあ、バツバツバツ四しか残らないんですけれども、実を言うと、まあ、これも一つテクニックなんですがね。次の問題のですね、問いの四番に。 えーまあ、これは更新の申請なんですけどね更新の申請について90日前から30日前まで登録申請書を国土交通大臣に提出せよという、ね、経由うんとは一言も書いてないところからいや経由ってないはずだよなっていうので問いの3番ね意外とそういうところにもヒントがあったものでした、はい、ですので、まあ、ちょっと問いの3番は123と切ったらもう4番しか残らないああそうか任意、えー、の制度なんで公営住宅でもこれ対象となるのかなとは え消去法で持っていけるところですで今までやっぱりこの中でですねこういうふうに消去法でまあ持っていくかなきゃ解けないっていう問題あんまりなかったのでまあそこの辺も面食らったところでしょうかね。えー、で逆に言うと問いの4番問いの5番などはポンポンポンと取れるところではありました。 問いの4番ですね、先ほど見たようにですね、えー、正しいものはどれなんですけれどもこの、えー、賃貸不動産、えーえー、ご失礼しましまた。賃貸住宅管理業者の登録自体はですね5年が有効期間で、えー、それを 更新するのであればまあ、これ宅検と一緒でしょうね、えー、90日から30日前までに更新申請してくださいとなりますねアテナはもちろん大事ですということで何の問題もなかったはずでしょうねそれから有効期間は5年ですまあ相変わらずこの数字の入れ替えなんかがあるんですけれども比較的こちらは簡単でしたねはい問いの5番も結構そのままでしたっていうところですね、えー、いわゆる 業者が行うべき交付書面ですけれども必要時項以降が記載されている限り様式は定められていないというのは何度もそれから、えー、復習のね、えーまあ、公式テキストの復習問題なんかでも何度も何度も聞かれているところなので、まあ、この辺はねあのさらっといけるところでした。6番7番あたりなんかかかもですね、えー、いわゆるるこちららの管理業における機関事務とかそれから、えー 身体賃貸管理業者が行ってはいけないものなんかは比較的ね問いの6番ですが確か基幹事務があって基幹事務に関しては一括採択することはできるものでもそれしかありませんしそれから、はい、問いの7番なんですけれども正解誌だけですいません基幹事務とは何ですかもうこれだっても完全に覚えなきゃいけないところでしたね。あのお金に関するところなので、 資金や家賃等の受領ですよねそれから更新に関してそして、えー、終了の時にですねそれぞれお金の出動きがあるところ、まあ、そこを規制したいがために登録すするる際に機関事務だって言ってて言んですよねそうすると、まあ、ここには建物設備の保守点検にかかる事務機関事務ではない、まあ、何の疑いもなく、まあ、こういう問題をもう一つの目線ですね確かに今年の問題は一質で難しくなったんですけどこういう今まで通りの対策を取っていればしっかり取れの問題まあ そのためにはやっぱり過去もやらないとダメなんですけれどもねそれから、えーまあ、公式テキストでしっかりやらなきゃいけないんですけれどまあここは取れたところですかねはい問いの8番9番などもそうでしょうかねはいですねはいで多少面食らったのはあがそうですね問いの8番ぐらいからは多少面食らったと思いますちょっと法時的なところをやっておかないとしんどいところだったんでねまあ例えば例を挙げますと そうでですすね。ね、えー。問いの10番です、ね、これは、まあ、逆に言うと宅建業法の知識があれば、まあ、持っていけたんですけれどもあの規制の目線が違っていてですね借り主の募集となるとこれ宅建業法が規制されることがあるんですが、えー、ここがイエタがですね宅建の知識があったとしてもその借り主の募集でも仲介する形として借り主を募集する場合はこれは 賃貸募集、賃貸仲介になりますので宅建業法の規定がかかってくるんですねところがまあサブリースの形ですねこの業態は、えー 貸主から委託を受けて、まあ仲介のような形になる場面とサブリースですから、貸主からええー、失礼、貸主からまあ、えー、借りてそれをサブリースするパターンですね。まあそちらがあります。そのサブリースのパターンは自分で貸しているということなので、自ら貸主となるから宅建業法の規定は及ばないところなんですね。そこで足のあーですね、貸主が自ら行うとなったらもろか宅建業法の規定は及ば ないので、えー、これ適用されませんってすぐ取れるところですで一方足の E はガラッと変わってた、えー、失礼しました管理業者から、えー、貸主から借り主の募集を受諾する場合それは、えー、仲介の形になるのでこれは宅建業法の規定が適用されるこの宅建業法の規定が適用されるから古大広告禁止に違反してはならないその通りですね、えー、ちょっと個数問題に近い組み合わせですけれどもこれは宅建業法の 力をししっかり持ってななないいと解けないような問題でしたそれから、えー、続いての11番もちょっと続きでもあるんですがね管理業者が行う、えー、借り主募集、えー、入居者の決定に関するというところなんですけれどもこれ当事者の目線が分かってないと解けないところでしょうかね。そ、は、そ、い、そししてて、まあ、そもそもその管理業に関しては 受託型とサブリース型があって受託型は貸主借り主の、まあ、間に立ってるパターンで結局貸主との契約を結んでる管理受託契約を結んでるんですね。サブリースの場合は貸主と 賃貸借契約それから借主とも賃貸借契約で当事者になってるんですねそこでです一、えー、番ですね管理受託方式ですから貸主借り主があってそこの間に立つパターンですけれどもそこに関して、えー、当の賃貸借の当事者賃貸借契約の当事者となるのは貸主借り主ですから決定権に受託方式の時に入庫条件がどうかどうかの最終的な決定権が あるわけがないですねこれが逆に言うとサブリース型ですねサブリース型は自分自身が契約の賃貸借契約の当事者になるので管理主とですねの契約当事者になりますのでこれは決定権があるはずだその違いを聞いてる問題だっていうのを推測すければ絶対的な自信を持っていや管理受託型でおいてはこの 借り主のですね。最終的な決定権はない。最終的に判断するわけがなかろうということで、誤り最も不適切なっていうので即答できたはずなんですね。この辺がまあ、昨年までには見,、えー、見られない。ちょっと法律的なものをえー、試行して解くような問題でした。まあ、もちろんズバリ知識として持っていればね。大したことないんですけれども、まあ、多少迷ったところというのが特徴的な問題でしたね。問いの10番とか問いの11番などなどです。 あるいは問いの14番なんかも今までには見られなかったものでしょうかね。はい、えー、問いの14番です。資金の承継この話だけ聞くと簡単なんですね。賃貸人がいます、賃借人がいます。そこに資金が、えー、まあ賃借人から資金が賃貸人の方に消去さ、えー、まあ、えー、交付されているので、その資金ですが賃貸人が変わった時は資金関係は承継される。 えー、賃借人が変わった時はこれれ承継されないそれはですね前提として賃貸人が変わった時はその新賃貸人まあ,あいわゆるオーナー代わりオーナーチェンジ後のオーナーさんと賃借人との賃貸借契約があるということが前提ですよね。 ところがそれをちょっとひねってきてこの問いの14番は何を聞いてきてるかっていうとですねすなわち賃借人に対抗できる新オーナーすなわちこの賃貸借契約の引き渡し前よりも低等権をつけていた場合の競売後の買い受け人とかそういうものには 賃弱人は対抗でできないので結局対抗できないということは賃貸借の継続が前提となってない。ということは敷金承継という問題も起こりえないというところから解かなきゃいけない問題だったんですね。まあ、ただ全般論で見ると少し異質な感覚が残るので、まあ、問いの14番に関してはね足の2番ですね定当権設定されていてその定当権登記後の賃貸借ですから。 えー、その賃借権の前提が想定されませんので競売、まあ、にかかるとですね抵等権実行されて競売にかかるとやっぱりここに関しては、えー、賃貸借の、まあ、継続は基本的にはありませんので敷金関係が承継されるわけなかろうということで承継されるは嘘のはずというので最も不適切なものとして回答はできたところです。かなり まあ思考法律的な思考をまあ要求される問題が続いていましたね。特に問いの八九あたりから問いの十四十五あたりまではずっと続いたところです。ですね。はい。問いの十六番なんかもこれこんなことは聞かれたところはないと思いますけれども足のい、e、いだけなんですけれどもね。あの相続された、えー、まあ一人の親若人が亡くなって数人が親若人として相続した場合ですね。それまでのことは置いといて。 相続した以上を数人で賃借している場合はこれ賃料債務に関してはこのことはですね不可分債務となってまあ貸主としてはですねえ貸主としてはまあその数名の賃借人に対してえこれその分だけじゃなくて全額ね請求することができるようになりますので足のいいはですねえ分割された賃料を請求するに過ぎないというとやっぱり誤りとなってしまいます。 となりますねそうすると足の「い」が誤りで以上それが入っていない「アーと「ーが正解ということになりますかね適切なものですからね、まあ、これもなり回答できるところなんですがやっぱり、えー、相続した後ですね数名で建物を沈着している場合のその沈着権の 債務ですね、賃料債務に関しては不可分債務だっていうところなんかはなかなかししっかかり民法についいいいてて勉強していかななとと取れないところでした、はいまあ、こういう特徴的に現れたのがやっぱり問いの8番辺りから問いの1617ぐらいまででしょうかね。はい、それとずっと進みますが、えー、いわゆるまあ実務的な内容として聞かれてきたのが。 問いの二十四番あたり、まあ、ここは細かいことを聞いてきたんですね、えー、いわゆる現状回復ガイドラインってやつですね、はいえー、こちらはまあガイドラインについてですねあの今までも取材はあったんですけれどもその別表なんかの細かいところを聞いてきてたんですよ、えー、例えば問いの二十四番などはですね、はいえー、正解足は三番なんですが 賃借、まあ、人保護という流れの中でさすがにですねたばこによってここですね居、えー、室全体においてクロス等がヤニで変遮している場合はその、えー、クロスだけじゃなくてですね、まあ、クリーニングを、まあ、借り主負担とすることも認めているということで、まあ、この辺は細かいところを見ておかないとちょっと解けないところでした、まあ、ただ、まあ、その点が、えー、難しいところなんですが一つ、まあ、文を読む中でですね こういうキーワードも結構彫り込んでこられてるんですね。教室全体において、えー、喫煙によってヤニで変色して匂いが付着しているということはこの匂いまで付着しているということなんでクリーニングせざるを得ないだろう。まあやってもいいだろうということでまあ文をしっかり丁寧に読んでいけば回答できるものでもありましたかね。はい細かいところをついているんですかね。っていうのを少し見えました。ですね。 あとそうですね25番なんかもあんまり聞かれたことがなかったところなんですねえー、とちょっと細かいんですけれども。 共部分の入居者がも,のを置いているもちろんこれ避難の妨げとなる場合にですね、えー、撤去しなければいけませんが直ちにというところなんかが違うというところでね、えー、まあこう,いうもちょっと細かい引っ掛けとして取材されたっていうのがありましたです、ね。前半比較的簡単で中盤が法律的に難しくてそして後半になってくると多少というかかなり細かいところに入っていったものというものでしたね。はい それからそうですね、うん少し嫌な引っ掛けとして見受けられたのが問いの何番だかな、えー、細かい引っ掛けも確かにありましたかね、えー、っと問いの次の問題かな、 二十六番なんかは比較的ですね。えー、まあ。常識範囲で取れたところでしょうか。はい、問いの二十七。あ、これなんかも、え、細かいところでしたが、えー、っと、問いの二十七番ですね。迷ったのが、おそらく。 足の4番だとは思うんですけれどもねあのこれも借り主保護っていうことを考えるとですね、えー、ここクロス足の4番ですね、えー、壁などのクロスですけれどもあのクロスの傷つけですけれども通常考えると傷ついてるところを変えればいいので、えー、その範囲でね、えー、平米単位でまあ張り替え費用を負担させるので えーまあ、これは当たり前なんですけれども損傷価値を含むこれ1面分を負担させること、まあ、それはできないと思うんですがよくよく考えるとです、ね、あのクロスには模様もありますしそれからつぎはぎだと剥がれたりするのでその部分だけ平米の部分だけっていうとです、ね、逆にまあ建物の価値をまあ損傷させてしまうということになりますので、まあ、これ程度にもよりますが。 傷があった場合、えーまあ、クロスにですね、えー、これ張貼り替えざるをえないようなものがあった場合はこれ一面もですね場合によってはですけれども一面分これ借り主に負担させても、まあ、いいことがあると、まあ、確かにガイドライン書いてあるんですね。まあ、それが模様なども踏まえて一面替えざるをえないだろうというところをまあちょっと推測できれば。 解けたこととやっぱり聞き方なんですね、えー、負担させることはできないと言い切ってしまうとやっぱりこれは誤りと言わざるをえないということで、まあ、他の足との兼ね合いでね、まあ、これ誤っておりますので、まあ、迷ったところで足の2番ですね、えー、持っていけるのか、ね、他の足が、えー、完全に誤っておりますので問いの27番はですね足の2にたどり着くのかなっていう感じはしました。まあ、かなり えー、突っ込んだところを聞いているような問題とちょっと言葉的な引っ掛けもありましたかね、まあ、こういうのがあ見えたものでした。ですね。まあその他まあとはいうものの問いの29番あたりからは、まあ、若干内容的にはね優しくなってきて、えー、特に30番台に入ればまあまあ常識感覚で解ける問題であったり、えー、するものもありましたので、えー、思っても 頼りかは点数は取れたのかな？っていうのがありますね、えー、そこがま1つなんですね。あのー、みんなが。試験を受けててですね。この4択より1万なところなんですが、難しい問題でも確率だけ考えても10点ありますよね。4択ですから40問ですからね。それから常識感覚で取れる問題などを含まれるとベースとして大体15問ぐらいあるんですよ。 でそうすると、まあ、この試験嫌なところに入ってくるのがですね、あのー、勉強せんでも20点ぐらいまではいくんですけれどもそっから1.2点の伸びっていうのはなかなかしんどいところになってそれはなぜかっていうと今年に傾向出てきたあ法律的な、えーまあ、思考力を要する問題が出てきたというところとかそれから、えー、形式的に、ね、個数問題が増えてるというところとかそれからあのー まあ、対策として、やっぱりしっかり過去問を解いてですね。しっかり、まあ、公式テキストの復習問題とかを解かないと、まあ、いけないというところなので。その合格ラインの、そのせめ合いも厳しくはなってきてるとは思います。ですね。まあ、それが。今年の特徴でありましたっていうところでしょうかね。はい。やっぱり、まあ、最後、もう一度。まあ、繰り返すこととなるんですが。来年度以降のことを考えると、まあ、今年のね。 え合格がですね、えー、まあどうなるかは置いといて一つ植えるのはしっかり対策取らないとちょっと立ち打ちできないような試験に変わってるこれは確かなのでね、まあ、それを踏まえてまあ少しまあ合格発表を待っていただいてそしてえちょっと残念だったというかと思います、はいまあ、発表までねしばらくありますがあの変な噂にそれから変なあまあ情報にま、えー 惑わされずにですねもうこうなったらもう待つしかありませんのでその問題自体としてはね、まあ、あのこれ検討していただくとはそうなんですが果たして一体合格ラインがどれぐらいになるかっていうのはこれはもう言えないところがありますのでねまあそこは待っていただければと思いますね。はいそれでは、えー、本年度の、えー、平成29年ですね賃貸不動産経営管理士のね、まあ、ざっとの本試験解説でした、えー、お疲れ様でした。